始めよう。これでいいのか？これでいいのか？負けねえ。そう怯えるな。今は機嫌がいい。少し話そう。これは何の縛りもなく俺を利用したツケだな。俺と変わるのに少々手こずっているようだ。しかしまあそれも時間の問題だろう。そこで俺に今できることを考えた。小僧を人質にする。さらにダメ押しだ。さて晴れて自由の身だ。もう怯えていいぞ。慎重に行こう。あの時と立場が一変した。面白い。世界のくせに術師本人が向かってくる。もっと呪いを込めて。呪術云々じゃない。ああ、初めていも格が違う。目を使ってみせる。一気に行くぞ。行くな。上から攻めろ。はっ、ここはな。使用済みはなしだ。飛び込む。そこに投げろ。投げろ。お前だ。一気に行くぞ。虫からなぜ見えるか。こいつを置き去りにして宝の持ち木。不平等な現実のみが平等に与えられている。因果応報は全自動ではない。悪人は法の下で初めて裁かれる。呪術師はそんな報いの歯車の一つだ。少しでも多くの善人が平等を享受できるように。俺は平等に人を助ける。いいぞ。お前が命を燃やすのはこれからだったわけだ。見せてみろ、伏黒恵。いやいや、俺はお前を助けた理由に論理的な思考を持ち合わせていない。危険だとしてもお前のような善人が死ぬのを見たくなかった。それなりに迷いはしたが、結局はわがままな感情論。
それでいいんだ。俺はヒーローじゃない、呪術師なんだ。だからお前を助けたことを一度だって後悔したことはない。そっか、お前の真実は正しいと思う。でも俺が間違ってるとも思わん。ああ悪い、そろそろだわ。長生きしろよ。チャプターが解放されたぞ。どの任務がいいかな。始めよう。特急アイデ、しかも生死不明の5人の救助に1年生の派遣はありえない。それにユージは僕が無理を通して死刑に実質無期限の猶予を与えた。面白くない上が僕の犬間に特急を利用して手よく彼を始末したってとったろ。犯人探しも面倒だ。いっそのこと上の連中全員殺してしまおうか。珍しく感情的だな。彼のこと随分とお気に入りだったんだな。僕はいつだって生徒思いのナイスガイさ。でこれがスクナの器か。好きにバラしていいよね。しっかり役立てる。長生きしろよって自分が死んでる世話ないわよ。あんた仲間が死ぬの初めて？タメは初めて。その割には平気そうね。お前も会って2週間でそこらよ。そんな男が死んで泣きわめく、ちょろい女じゃないのに。なんだ、いつにも増して神器臭いな、めぐみ。おつやかよ。善院先輩。私を名字で呼ぶんじゃねえ。バキ、マジで死んでるんですよ。昨日一年坊が一人。おかか、早く言えや。これじゃ私が血も涙もねえ鬼みてえだろ。何あの人たち。二年の先輩。いやすまんな、もう中に。実はお前たちに京都姉妹校交流会に出てほしくてな。東京校、京都校それぞれの学長が提案した勝負方法を1日ずつ2日間かけて行う。つってもそれは建前で、初日が団体戦、2日目が個人戦って毎年決まってる。個人戦、団体戦って戦うの？呪術師同士で？ああ、殺す以外なら何してもいい呪術合戦。逆に殺されないようみっちりしごいてやるぞ。やるだろ？仲間が死んだんだもんな。やる。私は、俺は
強くなるんだ。そのためなら何だって。どの任務がいいかな。始めよう。わざわざ貴重な指一本使ってまで確かめる必要があったかね。宿儺の実力、中途半端な当て馬じゃ意味ないからね。それなりに収穫はあったさ。言い訳でないことを祈るぞ。一名です。人間は嘘でできている。表に出る正の感情や行動には必ず裏がある。だが負の感情、憎悪や殺意などは偽りのない真実だ。そこから生まれ落ちた我々呪いこそ真に純粋な本物の人間なのだ。偽物は消えて叱るべき。だが現状、消されるのは君たちの方だ。だから貴様に聞いているのだ。我々はどうすれば呪術師に勝てる。戦争の前に二つ条件を満たせば勝てるよ。一つ目は五条悟を戦闘不能にすること。二つ目、両面宿儺虎杖悠仁を仲間に引き込むこと。ちょっと待って、死んだのであろう、その虎杖悠仁というガキは。さあどうかな。どの任務がいいかな。始めよう。これでいいのか。勝つぞ。許可なく見上げるな。不愉快だ、小僧。なら置いてこい。見下してやっからよ。随分と殺気立っているな。当たり前だ。こっちとらお前に殺されてんだぞ。こっち動くか。死んでまでてめえと一緒なのは納得いかねえけど。ちょうどいいや。明かせ！さあ！ああ、食いしばれ！お前はつまらんな。くだ！ああ！ぶっ飛べ！なぜだ？前に出る！お前ら。と。ごめん。そこだ。いい感じだな。うわあ！これからだ。よっ。本番。前に出る。まあ、いい余力の地獄だよな。止まらん。前に出る。力だ。まあだ。胴体ガラケ。前に出る。これで。神ごとき。終わりじゃないぞ。胴体ガラケ。はい。ここはあの世ではない。俺の聖徳領域だ。お前が条件を飲めば心臓を治し生き返らせてやる。偉そうに。散々生きっといて結局てめえも死にたくねえんだろ。
事情が変わったのだ。近いうち面白いものが見れるぞ。条件は2つ。1、俺が警察と唱えたら1分間体を明け渡すこと。2、この約束を忘れること。ダメだ。何が目的か知らねえが、気な臭すぎる。今回のことでようやく理解した。お前は邪悪だ。もう二度と体は貸さん。ならばその1分間誰も殺さんし、傷つけんと約束しよう。信じられるか。信じる信じないの話ではない。これは縛り、制約だ。守らねば罰を受けるのは俺。身に余る私益を貪れば報いを受ける。それは小僧が身をもって知っているはずだ。利害による縛り、呪術における重要な因子の一つだ。わかった、どいてくれ。条件を飲む。何がしてえのかよくわからんけど、まあ生き返るためだしな。なんて言うわけねえだろ。無条件で生き返らせろ。そもそもてめえのせいで死んでんだよ。ではこうしよう。今から殺し合って小僧が勝ったら無条件、俺が勝ったら俺の縛りで生き返る。いいぜ、ボコボコに。がいいかな。始めよう。夢ですか。そう、有事のことでも分かる通り、上層部は呪術界の幕府。そんなクソ呪術界をリセットする。上の連中を皆殺しにするのは簡単だ。でもそれじゃ首がすげ替わるだけで変革は起きない。そんなやり方じゃ誰もついてこないしね。だから僕は教育を選んだんだ。強く悟い仲間を育てること。みんな優秀だよ。特に3年はかり、2年乙骨。彼らは僕に並ぶ術師になる。ユージもその一人だった。ちょっと君たち、もう始めるけど、そこで見てるつもりか。イジジうるさい。ユージ、おかえり。おっす、ただいま。記録上、ユージは死んだままにしてくれ。また狙われる前に、ユージに最低限の力をつける時間が欲しい。じゃあ、イタドリがっつりかくまう感じ？いや、交流会までには復学させる。なぜ？簡単な理由さ。ワコードから青春を取り上げるなんて許されていないんだよ。何人たりともね。五条悟、やはり我々が束になっても殺せんか。ひらひら逃げられるか、最悪君たち全員払われる。殺すより封印することに心血を注ぐことをお勧めするよ。封印？その手立てを。特級呪物、獄門鏡を使う。
獄門鏡持っているのか、あの忌み物を。獄門鏡をわしにくれ、収集に加える。その代わり五条悟はわしが殺す。どの任務がいいかな。始めよう。呪力の解説に戻るけど、みんなわずかな感情の火種から呪力を捻出する訓練をしてるんだ。逆に大きく感情が触れた時、呪力を無駄遣いしないようにもね。訓練方法はいくつかあるけど、有事にはかなりしんどいのやってもらうよ。映画鑑賞。映画鑑賞？もちろんただ見るだけじゃないよ。こいつと一緒に見るんだ。何？このキモかわいい人形。その呪骸は一定の呪力を流し続けないと目を覚まして今みたいに襲ってくるよ。これがどんな感情下でも一定の呪力出力を保つ訓練。いってぇ。せっきりもっとバトルもんだと。バトルならさっきやったでしょ。ユージは基礎をマスターすれば強くなれるよ。任務がいいかな。始めよう。これでいいのか。さっさと終わらせるわよ。おっせーよ、めぐみ。何してた。何でもいいでしょ。全員先輩は呪術師としてどんな人たちを助けたいですか。あ、別に私のおかげで誰が助かろうと知ったこっちゃねえよ。聞かれてよかった。あん、伏黒面接対策みたいな質疑応答してんじゃないわよ。二人は何してんですか。受け身の練習。野原、そんなもんか。まだまだ。くそ、負けん。その息だ。こっちから行くわ。負ける。おい、つめ、気だらけ。負ける。私の実力はこんなもんじゃないわ。おい、つめる。少し本気を出そうかしら。こちらに風穴開けてやる。どけよ。おい、つめる。なめんな。連撃で攻める。なめんな。あれ、ぴょっと。なめんな。砕けろ。まだまだ。なめんな。おい、見つめる。連撃。なめんな。誰だよっと。おい、見つめる。当てる。くっ。よっと。
いいかな。始めよう。これでいいのか。負けねえ。交流会まで一月半ボサボサしてんなよ。お前らは近接弱っちいからな。まずは私らから一本取れ。話はそれからだ。行きますよ。よそ見すんなよ。慎重に行こう。攻める。投げろ。遅すぎんだよ。投げろ。近接もできるんだよ。はっ、でな。投げろ。おらおら。こっちだ。よそ見すんな。
り込む。攻める。こっちだ。高速だ。動けねえ。攻める。あのこと破れ。行け。おらよ。高速だ。動けねえ。やってみせる。ほら、畳みかける。まだまだ。あ、蹴りつけるぞ。置いてる。終わりだと思ったか。ごめん。畳みかける。止め損ねたな。あ、食いちばれ。叩き込め。よしみはなしだ。くそ。はじいた。大した怪我もなく終えられた。余裕だ。よし、ここまでだな。めぐみ、どうした？いえ、戦いの時に呪具をどう持ち運ぶべきかと。呪具の持ち運びか。獲物で近接を補うのは賛成ですが、術式上両手はパッと開けられるようにしたいんです。全員先輩は2つ以上持ち歩くことではザラですよ。どうしてるんですか？パンダに持たせてる。聞かなきゃよかったパンダです。お前あの時なぜ逃げた？そういう意味だったんだ。先輩、なんとかなりそうです。いいかな。始めよう。これでいいの？これでいいの？さっさと終わらせるわよ。野原、次は複数の相手との戦い方を仕込んでやる。呪霊とやるとき、いつも1対1とは限らない。確かに、少年院のときも呪霊に囲まれてヤバかったよね。おい、トゲ！お前も手伝え！他か。別にいじめるわけじゃねえよ。手加減はするっての。言ってることわかるの？そんなことどうでもいいだ。行くぞ。やるからには勝つ。行くぞ、トゲ。こっちから行くわ。当てる。私の実力はこんなもんじゃないわ。開ける。こんなもん効くか。こっちだ。こんなもん効くか。ぶっ飛ばす。ほらほら、開ける。本気を真っ向かすら。どけよ。こっち。置いてるぞ。飛ばす。当てる。さすがに風穴開けてやる。見惚れてんじゃないわよ。置いてくぞ。宝鮭広がれ。
当てる。追い詰める。なめんな。シャケ。やった。やれ。直接流し込め。スルーレイ呪法。私の方が上。当てる。追い詰める。当てる。こっちだ。当てる。おい、避け。どけよ。避けつらい。当てる。当てる。当てる。ぶっ飛ばす。当てる。よそ見すんな。さ、広がれ。避け。避けな。さあ。ほらほら。当てる。避けな。避け。置いてるぞ。余裕だな。くらいやれ。なめんな。避けな。こっちだ。ほらほら。ちくしょうか。そんなん余裕に決まってんでしょ。野原、お前は片方の相手に集中しすぎだ。一方と戦ってる時も常にもう一方も意識しろ。マキさんってもしかして後ろにも目ついてたりするか。バカ、目だけじゃねえ、他の五感も使うんだよ。幹部、うっせ、悪かったな、目つきが悪くて。あの言葉理解できるなんてすごいわ。半年もありゃなれるだろう。それはさすがに無理。どの任務がいいかな。始めよう。これでいいのか。最強を見せてあげる。じゃ、僕は用事あるので、その調子で頑張ってね。こんなんで強くなれんの？止めて。え、ここでですか？さて…君、何者？戦うのはいいけど、僕が勝つよ。
貴様を消し済みにしてやろう。覚悟はできたか。向かうか。特急はさ、特別だから特急なわけ。ポリポリ出てこられるぞ。調子狂っちゃうよ。料理が傷ついた。いや、楽しくない。やられないでね。やらせ。さあ、当てに行く。やるね。行くよ。打ち上げる。横にしてた。センスあるね。より洗練された術がその場を制する。横にしてたよ。やるね。狙う。さあ、打ち上げるよ。一輪。センスあるね。やるね。と、打ち上げるよ。逃がさないよ。ついてこれる。当てに行く。センスあるね。さあ、打ち上げるよ。無限はね、至る所にあるんだ。行くよ。恥ずかしがんない。ついてこれる？やらせ。打ち上げるよ。楽しみにしてくれたな。そんなんじゃ勝てないよ。ついてこれる？ほら、こっちこっち。打ち上げるよ。当てに行く。と、打ち上げるよ。え、より洗練さとセンスあるね。お、こっちこっち。ついてくれる？ちょい。許さんぞ。そんなんじゃ勝てないよ。恥ずかしがるんだ。打ち上げるよ。貴様なんぞ。ついてくれる？相手が悪いんだね。なぜわしの攻撃が当たらん。君がさっきから攻撃を当てているのは僕との間に無限なのだ。この虚空に触れてごらん。こっちこっち。返り討ちだ。ついてくれる？ほら！ 行くよ。追い込み。打ち上げるよ。恥ずかしがるなよ。こっちこっち。はい、終わり。前に。ついてくれる？こりゃ！そんなんじゃ勝てないよ。打ち上げる。当てに行く。マジで問題ない。いい加減になって。よくにして、ほっ。まずちょっと、寝よっかな。少しはやるよ。当てに行く。おお。今忙しいんだ。当てに行く。打ち上げるよ。え、そんなんじゃ勝てないよ。いや、まだ本気じゃないんだ。はい、打ち上げるよ。やらせ。逃げた方がいいんじゃない。逃がさないよ。ついてくれる。やるね。打ち上げるよ。お手知らん。ついてくれる。よくにしてたよ。行くよ。そんなの島だ。ちょっとパブチ。当てに行く。やるね。ちょっと派手に行こうか。横にしてたよ。ちょっと派手に行こうか。センスあるね。やるね。と、打ち上げるよ。ちょっと派手に行こうか。
無限はね、至るところにあるんだよ。僕の呪術はそれを現実に持ってくるだけ。収束、発散。この虚空に触れたらどうなると思う？術式反転、赤。お、ちょうどいいか。いいけど、死ぬよ。じゃあ。眉唾ではなかったな。だが、当たらぬなら領域に引きずり込むまで。ごめんごめん。まった。どこ？ねえ、ここどこ？がいいかな。始めよう。これでいいのか。最強を見せてあげる。出かけるよ、ユージ。課外授業、呪術戦の頂点、領域展開について教えてあげる。今この子にいろいろ教えてる最中でね。あ、まあ君は気にせず戦ってよ。自ら足手まといを連れてくると愚かだ。大丈夫でしょ。だって君弱いもん。舐めるなよ、コッパが。そのにやけ面ごと飲み込んでくれるわ。大丈夫、僕から離れないで。領域展開、大艦鉄地戦。覚悟はできたかい？あいつら残さんぞ、五条悟る。これが領域展開。術式を付与した消毒領域で磁力で周囲に構築する。領域を広げるのはめちゃくちゃ磁力を消費するけど、それだけに利点もある。一つは環境要因によるステータス上昇。ゲームのバフみたいなもんだね。もう一つ、領域内で発動した付与された術式は絶対当たる。でも対処法もいくつかある。呪術で受けるか、これはあまりおすすめしないけど、領域外に逃げる。そして領域に対する最も有効な手段、こっちも領域を展開する。同時に領域が展開されたより洗練された術式がその場を制する。どうだ？そんなんじゃ勝てないよ。より洗練さやるね。こっちこっち。当てに行く。センスあるね。そんなんじゃ勝てないよ。より洗練された術式がその場を制する。当てに行く。無限はね、至る所にある。行くよ、打ち上げるよ。そんなんじゃ勝てないよ。打ち上げるよ。やられないでね。こりゃ逃がさないよ。帰り道、
ついてくれる？行くよ。ついてこれる？お手伝い。ついてこれる？お手伝い。ついてこれる？ついてこれる？より洗練された術を操練する。やるね。一二。より洗練されたし、調べた。そんなんじゃ勝てないよ。やられるセンスある。こっちこっち。そうだい。吹き飛べ。しぶとい。逃げんな。無加減のうちに。やるね。なんてね。危ない危ない。今すぐ取った。よそ見しろ。こっちこっち。お前からだ。よし。めんどくせえ。最強体験してみるかい。領域展開。ここは無加減の道。視覚、伝達、生きるという行為に無限感の作業を通す。無量空所。何が起こった？わしの領域が押し負けたのか？ここは無加減の内側。知覚、伝達、生きるという行為に無限界の作業を強制する。皮肉だよね。全てを与えられると何もできず緩やかに死ぬな。でも君には聞きたいことがあるから。これくらいで勘弁してあげる。さて、誰に言われてここに来た？ああ、どうする？助ける？助けたいなら助ければいいさ。君たちにそんな情があるかは知らないけど。洗練に臨む者だ。ミスミラ。よく言うよ、呪霊の分際。僕を殺すと何かいいことがあるのかな？どちらにせよ、相手は誰だ？っていうか、呪いって会話できんだね。お花だ。呪術だよな。繊維が染まれる。先生、俺は大丈夫。そいつ追って。ごめん、嘘。ヘルプ。逃げられた。気配を消すのがうまいな。火山頭よりもよっぽど不気味だ。このレベルの呪霊が徒党組んでるのか。楽しくなってきたね。ユージっていうか、みんなにはあれに勝てるくらい強くなってほしいんだよね。あれにか。目標を設定したら、あとはひたすら駆け上がるだけ。ちょっと予定を早めて、これから一月映画見て、僕と戦ってを繰り返す。一月後、俺生きてるかな。